こんにちは、ゆうです。バズさんのお時間です。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。ここね、ちょっとイヤホンがね絡まってね、ちょっと気になってたんですけど、はい、今日無課金サーバーか芝居のあるやっていきたいと思います。はい、今日からね、これですね、マーベルコラボガチャが来ております。はい、実はもうね、無料の分はもうすべてクリアしておりますと。はい、無料ガチャの分がゲットできる分は、はい、称号チャレンジはね、まだやってないんですけど、はい、また後でやっていきたいと思います。あ、もうど二つともあるんか、称号チャレンジ言ったら。はい、どっちも、上も下もどっちもです。はい、そうですね、ついでにガチャも行ってもいいんですけども、コロシアムのね、はい、僕も周回編成がこの芝居の丸でも組めたので、はい、ついでにね、そちらをご紹介してからガチャ引いていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね。はい、こちらですね。はい、リーダーペニパーカーですね。はい、リーダーのペニパーカー、はい、こちらですね。潜在がバランスキラーに、リーダーチェーン耐性ですね。はい、で、変身後がね、一旦の間回復力が 1.5 倍、2コンボ加算。で、ロックを解除し、引きを引きに、闇を回復に変化してくれます。はい。で、非属性の HP が 2.2 倍回復、負は4倍、操作時間が5秒延長、6コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が35倍となっております。はい。アシスト割愛させていただきます。で、シバドラ、もう3体とも全部これですね。アシスト、関係ないんで、アシスト無効なんで。で、こちらサブに、電撃コラボの、はい、レオンハルトですね。はい。で、聴覚性がスキブで上限解放。この潜在ね、鍵ロックのやつはもう解除しなくて大丈夫です。はい。で、フレンドさんに、ジョナさんに聴覚性7コンボ強化ですね。はい。で、バッチャ、HP プラスです。はい。すいません、ちょっと画面がね、なんか何回か落ちちゃって、はい。撮り直しております。はい。それでは、いきます。はいはい。これ弱体化されるんですけど、はい。強化ドロップがあれば問題ないんで、はい。で、パンツァー使って、で、ペニーパーカー変身させますと。で、シバドラ使って、この、ペニーパーカーのね、リーダースキルが6コンボ以上、6コンボ以上でダメージ半減、攻撃力が35倍というものなので、はい。こちらをね、発動させるために、ペニーパーカーのね、一旦の間、2コンボ加算って、いきなり使ってあげます。はい。こうしたら7コンボ以上絶対行くんで、はい。で、次、HP 減ってるんですけど、軽減も貼ってるんで、はい、大丈夫と。で、また、シバドラっすね、はい。はい、これも崩すだけですね。はい、僕が崩すの下手くそですね、はい。あ、ロック決まった、ロック解除決まった。ロック解除決まっちゃったな。参考にならんけど、まあ、いいか、はい。はいはい。で、ここで、はい、シバドラ使いますね、もう。んで、はい。ここからね、もう、回復をちょっと引っ張ってあげます。はい。これがね、消された場合なんですけど。この普通の、下段2列のやつがバインドされなかった場合は、この普通に消して、回復、ペニーパーカー使って回復で大丈夫なんですけど、はい。で、もうここもね、パンツァーしてあげます。多分ロックがされてると思うんで、ロック、解除できてない場合は、ジョナサンで大丈夫です。はい。よしよし。オッケーオッケーオッケー、はいはいはい、アイアンマン、オッケーオッケーオッケー。で、ヘイストしてくれるんで、で、回復力心もとない場合はこれを使ってあげて、回復力上げてあげて、ペニーパーカー使ってあげてね。はいはい。あ、4ゲシは別にすんねんか、そっかそっか。で、これで回復してあげると、はい。オッケー。はい、遅延が来ますと。何が起こっても責任は取れんぞ。はい。
ここで、はい。これね、バランスキラー振ってるのは、こいつがね、ペニーパーカー抜けないんですよね、はい。バランスキラー振らんと。適当にコンボ。ここ、多少このコンボ組まなあかんのかな。いや、別にわからんけど、多分いけるんですけどね。はい。あ、そう、全然いけるわ、全然いけるわ、全然余裕だった。はいはい。これロックね、されてるんで、もうこういう時はね、はい。ジョナサン使ってあげて。はい。で、次のロックは、ペニーパーカーで奪い返すっていう感じですね。はい。消せないも全然大丈夫なんで、はい。で、ペニーパーカー使ってあげて、で、はい、芝田使ってあげて。でも、ついでに回復しといてね。あ、ごめんなさい。物が落ちた。よし。オッケー。キューラ、アマダン、とか、アンドロなんとか、はい。で、ここで、また、はい、パンツァーしてあげて。無効貫通がね、ちょっと2枚いないと、ちょっと回転が悪くなるんですよね。はい、OK。サノス、全知全能の神である。あ、ごめんなさい、見えへんかった、今。でも、ここも芝ドラと。まあ、一応ね、怖かったらもう回復してあげて、はい。回復しなくても全然いけるんですけど、こんだけ HP あるんで。はい、オッケー。はいはい、消せない。これずっとね、回復消せないんで、はい。もう全然大丈夫ですね。もうこれずらすだけで。はい、こんな感じでございましたと、はい。画面落ちひんかったらもっと早い終わったのに。はい、オッケー。これね、結構ね、経験値、育成素材とか枯渇されてる方、結構もうほんま美味しいんで、おすすめっすね。で、タイム見ていきましょうか。タイム見ていきましょうか。情報、プレイ歴、クリア歴。はい。こんだけね、だらだら喋りながらでもね、もう5分ぐらいで、だいぶ、あ、そうっすね、だいぶ喋ったからね。だいぶ喋ったからこんなぐらいなんですけど、はい。もっともっと早く、こんな適当な感じでも、周回できるんで、どうぞどうぞ、皆さん、コロシアム周回、お困りの方、こんな感じで、全然簡単にクリアできるんで、はい。よかったら。参考に、どなたかの参考になれば幸いでございます。それではね、ガチャ行きましょう。はい、まずは開催記念無料、無料、まあ、開催記念マーベル、無料ガチャから、無料ガチャから、無料ガチャから、引きます。よし。ダイヤ。僕、二人組のね、子がね、欲しい。サイロック、僕持ってなかったからよかった。一旦で回復が半減、自分の攻撃力が2倍、ロック。はははははあ、これ、あれっすね。なんか黒飛びのなんか妥協編成に使えそうっすね。ほんまに。はいはい。よしよし。じゃあこっち、クリア報酬、開催記念、マーベルプロバチャ。上級のクリア報酬ですね。はい。はい。いやーん、空無料からあんまダイヤ出えへんよな。あ、これは確か持ってたんすよね。あ、持ってへんわ。ごめん。嘘ついた。ブラックウィドウさん。ごめん。結構いいっすね。あ、列も圧縮されたんや。へぇー。ちょっとね、僕、結構多分、あ、これいいっすね。はいはいはい。ちょっと多忙な、ね、ありがたいことに、ちょっと多忙にさせていただいてて、はい。もう、あんま見えてないんすよ。はい。で、こちらはクレー報酬、マーブルクロシアム。コロシアムのやつはな、星なんとかじゃないの？違うんか。ああ、そうか。じゃあ、銀卵は全然出るということですね。そういう認識でよろしいですね。あ、そうそう。あー、持ってるんよなー。デッドプールは持ってるんよなー。でも、武器も、こっちもなんだかんだね、優秀ですからね。まあまあまあ、ええか。あ、ちょっとパワーアップされてるのはダメージは無効か。
それではね、ラスト、ユーザー情報、購入歴、無料配布、13個ですね、13個で、ラスト1回、石使って引いていきたいと思います。はい。今日のログインスタンプですね、はい。僕ね、ごめんなさい。狙いが一つあって、はい。交換できるんですけど、キャプテンマーベル、ミズマーベルの、このキャプテンマーベルのイラストがもうすっごい好きで、はい。こういう、この、いらん情報かもしんないですけど、こういうロングの、お姉さんタイプ。ドストライクです。はい。ハート打ち抜かれました。はい。それでは、回す。回す!さ、よっしゃ!いやー、フェニックス持ってるんよな。持っていいん今。嘘つきすぎやろ、さっきから。自分の芝居の、ね、僕アカウント結構持ってるんで、はい。混乱するんですよね。あ、でもよかったよかったよかった。消せないバイン6複製の工場では全回復。6個解除していく場面は。いいっすね、いいっすね。これも3複製になったんですね。それちょっとね、交換状見ていきたいと思います。はい。プロフェッサーは、ちょっと、いらんな、今は。はい。マーベルが欲しいところなんです。あー、マジか、まだ交換できんのか。あ、使用中になってるのね。はい。あー、じゃあ、ペニーパーカーはあれか。使用しなければ交換できると。あ、つうか、あれか。武器ちょっと、ちょっと待って。いやー、まだあれか。はい、やっぱり、まだ時間あるし、はい、ええか。また、おかわりします。おかわりします。おかわりして、キャプテンマーベル、ミズマーベル交換しようかな。はい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 。それか、いやー、この欲しいんですよね。この、右側のお姉さんが、僕、めちゃくちゃタイプなんです。こういう女性がタイプです。すいません。ロングヘアが好きなんです。はい。結果見ていきましょうか。そう、忘れてた。はい、こんな感じですね。そう。前回のね、無料のスーパーゴッドフェス、アンケートスーパーゴッドフェスから、イデアルが出ました。はい。で、マーベルガチャはこんな感じでございました。と、はい。どうだったでしょうか。簡単なね、殺し合う集会も、ご紹介させていただいたので、これからね、なるべく速攻を組める場合はね、殺し合う、簡単な殺し合う編成もご紹介させて、させていただきつつ、はい、ガチャも引いていきたいと思うんで、何とよろしくお願いします。そしてそのコロシアム編成が、どなたかの参考になれば幸いでございます。はい、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。次はね、どうしようかな。強調、挑もうかな。強調、持ってないんでね、はい。ね、もうほんまに、まんじから、今日、にはね、はい、変わった、はい、芝居のある、お届けできればなと思ってるので、頑張っていきたいと思います。それでは本当に皆さんもお疲れ様でした。今回のお相手は私、ゆうでございました。それでは。